インディアナポリス500。インディアナポリス500は、アメリカ合衆国インディアナ州、インディアナポリス市近郊のスピードウェイにある、インディアナポリスモータースピードウェイで、毎年5月に模様される、アメリカンモータースポーツイベントである。略称のインディ500で呼ばれることもある。インディ500の決勝レースは、毎年5月最終月曜日、メモリアルデーの前日の日曜日、 すなわち5月24日から30日までの日曜日に開催されるインディアナポリスモータースピードウェイのオーバルトラック1周2.5マイル約4 0 2 3トルを200周走行距離500マイル8 0 4 6 7 2トルで争う第1回開催は1911年海一モナコ GP 開催日程の都合上近年は モナコ GP と同日に開催されることが多い、ルマン24時間レースと並び世界3大レースの一つに数えられる。インディ500の周回平均速度は予選で時速 362km、決勝でも時速 354km を超える。これは同じマシンでレースが行われるインディカーシリーズの中ではもちろん、世界の周回レースカテゴリーの中でも最も速い。 また、最高速度は時速 380km に達する。これは、回1の瞬間最高速度記録を上回り、これより速いカテゴリーは、ドラッグレースのような非周回レースに限られる。33台のマシンが、テールトゥ・ノーズ、サイドバイサイドで競り合い、スリップストリームを駆使して、オーバーテイクル、アメリカンモータースポーツの典型とも言える展開が、広がる。 1951年から1960年までは世界選手権という体裁を整えるために、会一の一戦として組み込まれていた。しかし、F1 ドライバーの参戦は少なく、ほとんど名目上のものであった。1996年以降は、インディカーシリーズの最大イベントレースとして、組み込まれている。普段のインディカーレースが平均して50万人程度の、 視聴者数なのに対し、インディ500は500万人以上が TV 観戦するほど注目度は高い。現地でも普段は空席の目立つオーバルに40万人が退去し埋め尽くすまさに国民的ビッグイベントとして存在している。こうした注目度の差から、1960年代までのインディ500は様々なエンジン形式、駆動方式が参加可能であった。 1952年にポールポジションを獲得したターボディーゼルエンジン搭載のカミンズディーゼルスペシャル1967年と1968年に登場したガスタービンエンジン搭載車が有名である。カートやインディカーシリーズなどのオープンホイールレース選手権の一戦に組み込まれるようになると参戦車両は選手権のレギュレーションに対応したものに変わった。インディ五百では スーパースピードウェイパッケージと呼ばれる高速オーバる用のエアロパーツが取り付けられる。これは前後ともに一枚板構造を持ち空気抵抗を最小限に抑えることで超高速走行を実現している。速度域の高さや接線の多さから毎年事故が多発するレースとしても知られている。代表的な死亡事故には1964年のデーブ・マクドナルドとエディ・ザックス。 1982年のゴードンスマイリー、1996年のスコット、ブレードンなどがあるが、詳細はインディ500死亡事故一覧を参照。小さなサポートイベントなどを含めると、約2週間にわたって行われること、予選グリッドの決め方が独特であることや、レース優勝者には牛乳が与えられるなど、下術、他のレースと異なる伝統を持ったレースである。 また、準優勝者、2位には、最も早かった、敗者、初参戦のドライバーで、最も活躍したもの、基本的には最上位を獲得したものだが、2017年のように途中何度も1位に立ったがリタイアした選手に、送られる場合もある。2は、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの称号が与えられる。また、決勝の順位ごとに賞金が与えられるほか、決勝1周目をトップで通過した。 ドライバー、最後に予選を通過した、ドライバーなど、様々なケースのボーナス賞金が多々ある。インディ500の優勝トロフィーとして、ボルグワーナートロフィーがある。このスターリングシルバー製トロフィーのチェッカーフラッグ上の壁面には、インディ500の歴代優勝者全員の過を率的に、型取ったレリーフが埋め込まれ、それぞれ下のブロックに優勝者の指名、開催年、 優勝者の決勝レースにおける平均速度、マイルマイジが刻まれている。トロフィーという名称ではあるが、優勝者が持ち回りで所有できるわけではなく、また、約153ポンドという重さのため持ち上げることもできない。普段は、イムズ内のミュージアムに展示されていて、インディ500決勝帯にビクトリーレーンに飾られる、モニュメント的な存在である。インディ500優勝者には、 トロフィーの壁面に自分の顔のレリーフを埋め込む権利決勝レースの翌日にトロフィーと一緒に写真を撮る権利が与えられ後日ボルグワーナートロフィーを模したミニトロフィーが授与されるこちらは永久保持が可能1935年に制作されてから82年間アメリカ国外に出たことがなかったが2017年に佐藤拓馬が優勝したことを記念した日本での 外線ツアーのために史上初めて国外に出ることとなった。インディ500は5月初頭に開幕し、練習走行、予選、決勝レースなどのレースプログラムとサイン会やパレードなどの観客向けイベントが1ヶ月の長期にわたって催される。期間中にはインディカーシリーズの公式戦であるグランプリオブインディアナポリスやインディライツのフリーダム100といった。 レースイベントも開催される。以下は例年行われるレース関連行事である。いわゆるルーキーテストのことで、決勝レースの3週間前、5月第1日曜日に行われる。初出場のドライバーや長らくオーバルでのレースに出場していないドライバーが対象となっていて、これに合格しないと、インディ500への出走が認められない。インディ500では常に、 時速 350km 以上の巡航速度でレースが進むため極端に遅いマシンはレースの妨げになり大変危険である。そこでコースレイアウトに慣れることと安定したペースで周回を重ねられるようになることが主な到達目標に据えられている。細かい部分は年によって異なるが目標となる平均速度ごとにいくつかのフェーズが用意され それらを一つずつクリアしていく方式が取られる。5月第3週の月曜日から金曜日及び第4週月曜日に行われる自由練習期間。前半をおむねマシンセッティングの確認が行われる。後半は予選に向けたハイペース走行や決勝を意識したスリップストリームを使う練習が行われる。特に最終日の金曜日はファストフライデーと呼ばれ。 この日のトップタイムを記録したドライバーには賞金が送られる。5月第3週の土曜日及び翌日曜日の2日間で行われる。複雑な方式によって行われるため、それについては下記の予選方式にて解説する。決勝レース2日前、金曜日午前に1時間だけ行われる最終練習。予選を通過した33台全てが、 決勝レース用のセッティングを施してコースに入りドラフティングを利用しながらレースを想定した練習走行をする。カーブデーとはカーブレーションデーの略であり、かつて決勝レースの前にカーイコールキャブレターを調整できる最後時間であったためにこの名がついた。また、この日の正午過ぎにフリーガム100が開始される。午後には一部のドライバーと担当ピットクルーが ピット作業の速さを競うピットストップコンテトが行われる。インディ500の予選方式は何度か変更されているが、2019年現在は、おおむね以下の方式によって行われている。インディ500では、予選と決勝でドライバーを交代させることができる。ただし、ドライバー交代が行われた車シシーはグリッドが最後尾に降格する。 二台以上で交代があった場合、選手権ポイントが少ない方が最後尾につく。予選1日目でまず30位までの決勝進出者が決定する。エントリーするすべての選手が最低1回のアテンプトを行い、その暫定順位によって一家のように振り分けられる。1日目は予選時間中であれば回数に制限なくアテンプトを行える。1回目は 前日のくじ引きにより決まった順番にアテンプトする。2回目以降のアテンプトに臨む際は、直前に記録されたタイムを取り消すか残すかを選択できるが、取り消した選手が優先的に出走できる。予選2日目は、2つのセッションが行われる。予選2日目に参加する選手は、前日の記録は全てリセットされる。暫定順位は保存されるため、再び、 アテンプトを行う必要がある。2連勝したドライバーが5名いる。3連勝以上したドライバーは存在しない。日本では、トミーから1997年5月23日に、プレイステーション用ゲームソフトとして、インディー500がリリースされた。また、セガからもアーケードゲームとして、インディー500がリリースされた。 日本以外では、インディ500にアジアの国が関わった例は、ほとんどないため、日本書としている記録は、大抵、アジア書となる。1991年の広松下の初参戦以降、までに、計10名の日本人ドライバーが挑戦している。以下、参戦ドライバーと、決勝順位を記載する。日本のチームが、インディ500用の車両を製作したり、 チームとして参戦したりした例はない。実現に至らなかったものとしては、1960年代に、ホンダが参戦を検討した例がある。エンジン供給は、ホンダ、1995年、2003年以降のほか、過去に、日産自動車、1997から2002年、インフィニティ名義と、トヨタ、2003から2005年が行っている。初優勝は2003年に、 トヨタによって記録されたドライバーはジルド、フェラン、チームペンスキー。エンジン関係では1987年から1991年にかけてジャットにより供給されていたエンジンはもともとはホンダがインディ500を含むカート3専用に開発していたエンジンから発展したという経緯を持ついう関係がある。タイヤ供給はブリジストンが ファイアストン名義で行っている、1995年以降、1966年10月、神明の呼びかけにより、当時のインディ500出走ドライバーを招聘して、日本インディ200マイルレース、通称、日本インディが、富士スピードウェイで開催された。インディ500では、優勝したドライバーは牛乳を飲むという慣習がある。1933年、 ルイスメイヤーは自身2度目の優勝を飾ったが、レース終了後にバターミルクをリクエストした。ルイスメイヤーは1936年にも自身3度目の優勝をし、この際もバターミルクをリクエストしたが、コップではなくボトルで手渡され、それをそのまま飲んだ。その飲んでいる写真が牛乳会社の目に留まり、それ以降優勝者には牛乳が提供されるようになった。 1947年から1955年までの間を除く。このビクトリーレーンで牛乳を飲むという行為にもスポンサー、2017年現在はインディアナ州落農組合がついており、仮に牛乳を飲まなかった場合や、飲むのが規定のスケジュールを外れた場合は、該当スポンサーからの賞金は与えられない。なお実際には、通常の成分無調整乳。 コールミルク以外に低脂肪乳、2%ファットミルク、無脂肪乳、ファット、フリーミルクも選択できる。このため予選通過が決まったドライバーは、優勝時にどれを飲むかを事前に選択することになっており、毎年選択の結果はミルクリストとして公表される。唯一この慣習に従わなかったのが、エマーソンフィッティパルディで、1993年の優勝時には、 自身がブラジルでオレンジ農園を営んでいるという理由から牛乳より先にオレンジジュースを飲んでいる。このため牛乳を飲むのが規定の時間を外れてしまい、スポンサー賞金を受け取れなかった。1998年に優勝したエディチーバーは、このウィナー S ミルクを表彰台でボトル2本も飲み干した。オープニングセレモニーの終盤、スタートコマンドの直前に、 バックホームアゲイニーインディアナの独唱が行われる。セレモニーにおいて、アメリカ合衆国国家よりも後に歌われる。この曲は、インディアナ州の、州歌といえるほど有名な曲だが、1946年に、ジェームス・メルトンが、自分が代表を務める自動車クラブのパレードに合わせて、歌ったものが、セレモニー内で歌われた最初であ。この歌が好評となり、メルトンは1947年以降は、 招待されてこの歌を歌うようになった。この歌が正式にスタートコマンドの直前に歌われる、現在の形に決められたのは、1948年のことである。以降、現在に至るまで何人もの歌手が読唱を披露してきたが、最も知られている歌手は、1972年から2014年までの42年間に、わたり36回歌ったカントリー歌手の、 ジムネイバースである。2014年36回目にして最後の歌唱を終えたネイバースは、マリー・ハルマン・ジョージと共にスタートコマンドも行っている。レース開始前のエンジン指導の号令、スタートコマンド、レディースジェントルマン、スタート・ユア・エンジェンズは、現在インディアナポリスモータースピードウェイを所有する、ハルマン家の東マリー・ハルマン・ジョージが行っている。元々は、 マリの父であるトニー・ハルマンがアナウンスを行っていたが、1977年に死去し、翌1978年からは、トニーの妻であり、マリの母であるメアリー・フェンドリッチ・ハルマンが行うようになった。しかしメアリーも1998年4月に死去。それに伴い、1998年から2015年までは、娘のマリが引き継いだ。 その後2016年はマリが嫁いだハルマン・ジョージ家の家族一同で行い、2017年はマリの息子で現、イムズオーナーのトニー・ジョージが行っている。ただし1982年と2007年はインディアナポリスモータースピードウェイの場内、放送アナウンサーだったトム・カーネンが行っている。かつてはレースに参加するドライバーは男性ばかりだったので、スタートコマンドはジェントルマン。 スタートイワ・エンジェンズ、新主諸君、エンジンを指導しなさいだったが、女性ドライバーが参加するようになり、エーレディージェントルマン、スタートイワ・エンジェンズ、祝女と、新主諸君と改められ、女性が複数人参加した際にはさらに複数型に、改められ、レディースジェントルマン、スタートイワ・エンジェンズとなる。2017年と2018年は性別に関係なく使用できる、ドライバーズ、 スタート・ユア・エンジェンズというスタートコマンドが使われたが、2019年は、レディー・アンド・ジェントルマン、スタート・ユア・エンジェンズに戻された。1976年以降、優勝者には手作りのキルトが送られている。これは、地元のキルターであり、自らも元女性レーサーであった、ジャネッタ・ホールダーが手作りしたもの。レースをこよなく愛するホールダーは、 レーザーのサインを集めて刺繍したオリジナルのアップリケキルトを毎年作り優勝者に送っている。そのため彼女はキルトレディとしてレーザーや関係者に親しまれている。そのうちの一人数回の優勝経験を持つボビー・アンサーはヘンリー・フォード博物館ミシガン州ディアボーンにキルトを寄贈した。またあるアンサーは自ら設立した。 アンサーレーシング博物館、ニューメキシコ州アルバカーキーに授与されたキルトを飾っている。他の多くのアメリカンスポーツ同様に、本レースでも優勝者にはチャンピオンリングが授与される。リングの制作は1983年から2016年までは、同じインディアナポリスを本拠とするハーフ・ジョーンズが担当していたが、2017年より、ミネソタ州のジョステンスに変更された。 なお、ジョステンスは、他にもピットストップチャレンジの勝者等に渡される、リングや主催者が、同じナスカーのブリックヤード400のチャンピオンリングなどの制作も担当する。5. おさむき